ジャズギタリストっていうのは最も評価されるとね、嬉しい編成っていうのがあるんですよ。 はい。ジャズギタリストの小暮です、えー。今回はおすすめのアルバム3選ということでお送りしていきたいと思います。なぜこのような動画を作ろうかなと思ったかというとですね、おすすめのアルバムというのをいろんな人が紹介していて、ロックの人だったり、ポップスの人だったりがまあ自分の好きなものを紹介してるんですけれども、自分なりにですね、おすすめの仕方っていうのをね、ちょっと考えてみたんですよ。でなんといっても、えー、ジャズギターレッスン TV なので、ジャズの聴き方とか、聴きどころっていうんでしょうかね。そういったものをですね、紹介してですね。 え皆さんになるほどとこう言ってほしいなと思いまして諦めていたジャズギターをまた始めようという気になってもらえたら嬉しいなと思いましたでただね僕がダイナミックなこうビッグバンドのアレンジの効いた、えーね、その上で優雅に弾くようなジャズギターとか それとか、ま、ジョーパスのソロとか、あとサックスが入ったり、ピアノが入ってるコンボのアルバムとかを、ま、好きだからって言って紹介すると、結局、ま、あなんかただいいなっていう感じになってしまうと思うんですよ。そうなると、なかなかね、こう、学びにつながらないので、で、どうしたらいいかなと思って考えたんですけども、演奏スタイルを比べやすくて、もう比較しやすくて、なるべくフラットな目線で、同じような条件で比較しておすすめを紹介したら、より学びもあるし楽しいかなと考えました。 まあこれはどういうことかというとでジャズギタリストっていうのは最も評価されるとね嬉しい編成っていうのがあるんですよそれはねずばりジャズギタートリオなんですねジャズプレイヤーとしてジャズギタリストとして最も実力がわかるのはこのギターとベースとドラムのトリオだっていう方も結構多いんじゃないかと思いますえもちろん僕もそうだと思いますなぜかといえば インタープレイとか、えー、アレンジとか、えー、そういったものをですね。バンドの最小形態で、ジャズギターの一番いい部分を最大限にこう、表現できるからかなと思います。オルガンやピアノの入っていないトリオス。サックスとかコンガとかのラテン系の楽器とかが入って、こう、彩りを鮮やかにして、こう、聴きやすくするような、そういったアルバムではなくて、はたまた、えー、オーケストラバックにね、こう、優雅に弾くようなギターのアルバムではなくて、そうするとアレンジャーの能力なんかもね、 あの、関係してきちゃうので。要するに、まあ、ジャズミュージックとしての完成度を、えー、追求したアルバムではないということですね。とはいえ、刻みの達人のフレディ・グリーンなんて人もいますから、当然ですね、えー、ジャズギタートリオができるということが、 ジャズギタリストの評価とか価値であるわけではないことを知りつつも、やっぱりこう自分の実力、明確な実力っていうのを知りたくなってしまうという、まあそうやって、えー、挑戦したくなってしまうっていうのがね、まあジャズギタリストの佐賀という感じなんでしょうかね。そんな観点から、 ジャズギターの技術やセンスが最も出やすいであろうギター、ベース、ドラムのこのね、ジャズギタートリオに的を絞ってですね、紹介していきたいと思います。で、ここでね、ちょっとね、残念なことに、ウエスモンオメリとかね、実はね、あの、一曲とかね、アルバムの中の一曲とか、そういったものではそのギタートリオが入ってるんですけども、 フルでね、えー、ジャズギタートリオっていうのがないんですよねオル,オルガンが入ってたりしちゃうんですけどねそれでねジョーパスに関してはですねやっぱりあの人はソロギターっていうのがねやっぱり先に立つんじゃないかなと、えー、いいアルバムあるんですけれどもであのジム・ホールさんはですねあのトリオでいいアルバムがあるんですけれどもやっぱりですねデュオの天才デュオの神様みたいなところがあるんでねまあこういうふうに言うとなんか絞られてきちゃうんですけれども こうなるとですね、ちょっとね、独断と偏見になっちゃうんですけれども、えジャズギターの要素をたっぷり堪能できるギタートリオ。まず、一、えー、つ目ですね。えバーニー・ケッセル・ポール・ウィナーズですね。いやー、これはね、もうね、まあ、すごいいいですよ。とにかく、うん。5枚出てるんですけども、まあ、この4枚がね、おすすめです。はい。ポール・ウィナーズね。まあ、その年のね、確かポール・ウィナーのね、あの、人気投票で、 1>, 1位を獲得した人たちが、えー、バンドを組んで、えー、こういったアルバムを出したんですけどもまあアレンジもねすごく素晴らしくてですね完成度がやっぱこう高いもうね、えー、僕のよく行く、えー、KOD2 っていうねホームセンターがあるんですけどなぜかこのポール・ウィナーズがよくかかっていてなかなかね あの、買い物が終わらないですね。はい。<laughs> という不思議な現象が起きてますけど。いいですね。これも、このアルバムの、なんだ、その、えー、サテンドールとかね。えー、なぜか長崎とかっていう曲入ってたりとか。あと、どれだったかな。えー、っとね、このアルバムにね、あの、ソーワットとか入ってます。なんかすごい不思議なアレンジで、えー、入ってますね。まあ、このアルバムの、まあ、イージーリビングとか結構好きかな。 このアルバムは、えっ、ー、とね、エンジェルアイズとかが意外と、えー、僕は好きですね。まあとにかくね、どれを聴いてもとってもいいですね。うん。まあこれをもし嫌いっていう人はもう、えー、ジャズギターやめた方がいいかなっていうぐらいのもう本当に超聴きやすいし、いい版だと思います。はい。というわけで次、じゃんケニー・バレルですね。 ケニーーバレレル、ビッジヴァンガードの夜。イエイ。確かこれねケニー・バレル28歳ぐらいだと思うんだよねもうすごいもう完成された素晴らしいアルバムでこれなんとこそライブアルバムなんですよそれでねまあビレッジ・ヴァンガードっていう、まあ、有名なライブハウスがあってそこのまあおけるこのまあ名盤がたくさん出てるんですけどねそこでもうベスト3に入ると言われている超名盤ですねもうすごいいですね ロ、えー、イ・ヘインズと,、えー、と誰だったっけベーシストがえっ、ー、とね <laughs> あ出てこん <laughs> なんだ <laughs> あの人よ <laughs> そうでああのまあ、ケニー・バレルはあの70年代にも本当にすごくいいギター塗料のアルバムが,がこうね出てるのでぜひチェックしていただきたいんですけどまあこの頃とちょっとスタイルが変わったかなっていう、えー、まあ使ってるギターもね あのこれは175なんですけど、えー、70年代とかで使われてるのは、えー、スーパー400とかなんでちょっとそのゴージャスなこうサ,サウンドっていうのかなにちょっと変わっていくんですけどもこれはこれでまたすごく渋くてめちゃめちゃいいアルバムなんでね是非聴いた方がいいと思いますねというわけで、えー、続いて第3戦目ですね3戦目じゃーん来ちゃいましたねこれねはいグラントグリーングリーンストリートですね これもね、もう、これはもうほんと単音でクールで、こう潔い感じでね、まあ黒人のムードたっぷりっていう感じで、すごい、えー、僕のまあ敬愛するグラントグリーンの、えー、ね、トリオアルバムなんですけども、本当にいいですね。これはもう、でもこれはね、まあ聞く人からすると、ちょっとエグい感じかなっていう。<laughs> うん もう一枚ね、そう、あの、ギタートリオで、スタンダードズってアルバムが出てるんですけど、それはもう本当スタンダードばっかり演奏してるアルバムで、まあそれよりはこっちの方が全然おすすめですね。はい。これは本当にいいですね、えー。まあ単音で成功した例ですよね。きっと。単音、ギターの単音でこう、ギタートリオをやるっていうことに成功した例。唯一の。っていう感じかな。だからこの3選。 これはも3線とい,い、ねまあ、ンンっ,て言ってもポール・ウィナーズ 4, 4枚あるんですけどね。うんまあ、本当は5枚出てて5枚はね本当あの結構時間が経ってから、えー、やったものなんで5枚目はこの4枚は本当にもう超おすすめですね、うん。それとこのケニバレル、ィレッジバンガードの夜・ヴァンガードの夜で他にも何枚か出てるんですよねケニバレル。 だからそこもちょっと間違えないようにしてこれは本当にね素晴らしいので、えー、ぜひぜひ聴、えー、いてくださいそして、まあ、グランドグリーンの、えー、グリーンストリートですねまあこれはちょっと僕の、えー、ねあの独断が入ってるけどまあでもこの全部ねやっぱ違うんですよそれぞれ良さが違って本当にいいですよねだからまあこのグランドグリーンのこの感じは本当にクールな感じと えー、こっちは何て言うのかな本当にこう完成されたこのギタートリオの感じケニー・マリルが聴かせてくれてマニル・ケステルは何だな小粋な感じっていうのかなそれとあとこのバンドのアレンジバンドアレンジとかにもすごく、えー、参考になるんでもし自分でバンド組んでたりする方にはすごくおすすめですねというわけでジャズギターおすすめ3選ということで、えー、お送りしました ぜひね、その、えー、3つともいいんで、聞いてください。まあ、ちょっと、ポール・ウィナーズに関しては4枚ありますが、どれも良いので、えー、必ず1枚は聞いてください。ということで、今回はここまでということで、では、また。 チャンネル登録しろ多分すると。